これから3日前にかけて定期的に投げるわけですが、これからやってみます。まあ、入っていくか入っていないかやってみてのお楽しみですね。はい、よろしくどうぞ。力が景色ですね。入りました。入ってみました。はい、入りましたね。お下の方だね。危ない。はい、入りました。小さいのだね。これリリースね。リリース。はい、リリースします。はい。ちょっと小さかったですね。入りました。いや、まあいいか。入りました。もう細いけどね。三連ちゃんでね。あそこだ、真ん中、あっちのあれ。OK、 よ。
入りません。入らない。入りません。入ってましたね。あれ？エスですよ。あ、これこんなちっちゃいんだ。リレースです。はい、リレースします。はい、はい、リレースしました。入るのは入るんだけども、粒が小さいよね。入りましたが、小さいですね。リレースです。粒はちょっと小さいんですが、入りました。入りましたね。ここに縛ってやんな。縛ってやる。
はい、入りました。これは太いです。これは太いです。入りました。あっちの方だね。はい、これ抜いちゃうからね、一回抜いちゃいましょう。抜いちゃいます。ん？入りませんね。こうか。ちょっと入らないね。ここは入んない。入りません。入りませんね。うん、入りました。入りましたが、入りましたが、ちょっと小さいですね。あ、うん、うん、入れません。うん、入りました。入りました。まあいいですよね。いいかな。粒は小さかったんですが、数は全部入りましたね。何匹も取れたんでしょうね。ちょっとわからないね。かなり数はだいぶ、ああ、取りましたね。だいぶ取りましたね。見えますか？ん？ああ、結構いいのもいましたね。まあまあ、そうだね。川での骨での棒立てのうなぎ取りも、まあ大成功に終わりました。これからまた、どんどん、房総の漁をやっていきたいと思います。だんだん慣れると取れるんじゃないか、そういう感じがしますね。はい、これからもよろしくお願いします。長い間ご視聴ありがとうございました。はい、どうも。はい、よっ。ああ、いや、結構、はい、大量ですね。